電波は大丈夫でしょうかって感じだチス電で今ちょっとテスト配信してる。テスト配信してるんだけど、大テスト配信画質悪いけど、うん、画質は悪くした。画質悪くしないと無理。今だって電波 2本しか立ってないもん。1本2本。いや画質はだってしょうがない。画質はすごい悪くした。画質悪くして、いやパソコンじゃないよ今、携帯。音は大丈夫、見えりゃいいや。画質はちょっとあれでしょ。顔が悪いのはしよう。顔が悪いのは、はい、俺がブサイクになったのかな。ピアイ、音は大丈夫。画質はちょっと今ね下げてるんですよ。あの電波が悪いから。そうそうそう。あ、けどここは大丈夫か。とりあえずステージ上は大丈夫。音 OK。 そう、画質が悪い分には全然。今日はちょっと画質、今日泊まりじゃない。かっこいい。多いけ楽しみ。バンスタじゃないよ今、ライブハウス配信。今日ね、今日もニコな、いやもしできたらね、ちょっと携帯ならいけるのか。とりあえず電波はねマジで悪いから。美佐子さんの顔面は、ボロボロですよ。今日もニコな楽しみですね。打つのは何でもいいよ。たまにプツる。あ、本当、たまにプツるプツる。まあ今日たまにでしょとか2本だもん。プツール、いやだってプツプツ、たまにトマト、たまにトマトル、1本とか2本だもんな。ちょっとしょうがねえ、やっぱやばい。モノくん元気、仲直りした。いやまあまあまあそこは大丈夫よ。止まった？マジで？あ、動いた？動いた？電波そんな悪いよ。1本2本しか、 4G1 本2本。でも今動いてる？あ、動いてる？たまに止まる？なんか動かすと止まるのかもしんない、俺がスマホ動かすと止まるのかもしんないし、早めに予約してね。予約ちょっと分かんないんだよ。あれなんか、いや今なんかね、止まってると動くみたいな。止まってると動く。あ、いや、あ、なんか俺が動かしたらやっぱ危ういみたいな。ただライブだし多分多少は揺れるよ。パソコンじゃない。これはライブきつそう。いや多分けど止まってれば、そう、携帯がスマホ止めてれば、ソールドアウト、動くんじゃないぞ。画面良くない。あ、だからその、電波が悪いからね。今は OK、 多少なら大丈夫。だいぶは無理。あ、だいぶで持ってくんじゃねえよ、動かすんじゃねえよ。動かすと多分無理なんでしょう。はい、まあだからちょっと楽屋から動いてくっていう感じにしたら、楽屋とかはちょっとあれなのかもしれないけど、だからどうすればいいんだろう。ここでずっとこれ固定にしといて、配信ライブ始まった瞬間にここでスタートするっていう感じにするのが。ただその予約取ってとか枠取ってみたいなのっていうのはやっとける？事前に。
俺予約の取り方分かんないんだよねこれ。スッとちょっと厳しいライブ始まってからセットは。あいつもけど毎最近けど毎回あれよ、あの予約とか取ってないで、もう普通に枠で始めてる。そうそう始めてる。予約予約の取り方分かんないんだよ。直前予約早めにお願い。いやそれは分かるけどさ、ね、予約とかあるんでしょ。そう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 分かるんだけど予約の取り方が分かんねえの。ニコキャス単純に。うん、そうそうそう予約の取り方はちょっとね、ちょっとそれは調べとくわ。ちょ今日諦めて調べとくからよ。いやキャスでもね同じだと思う。うん、むしろキャスだとラジオ配信みたいなので前回ギリギリできたかできないか分かったからね。やっぱちょっと絵がね、多分ニコ生の方がなんとなんだこうやって今低速モードがあるから軽いんじゃないかな。ラジオキャスでもいいぞ。あまあラジオキャスが一番軽いだろうね、多分軽さはね。ラジオまあ軽さはね、ラジオキャス。まあでも一応けどここでこのまま始められたら、はいはい、ちょっと一回ちょっとじゃあここで始められたら OK ってことで、はい、ちょっと楽屋行っています、はいはい、パソコンじゃないこれ携帯です。俺がだから動かすと、そう動かすとちょっとね、まあ音だけで動かすとねちょっとね、あ今低速モードにしてます。そう低速だから画質荒いんです。ギリ音はまあねスマホだから良いです。はい今、あ今ちょっとまだ来てるかな調子どう。あいやだ調子は大丈夫だよ。うんなるほど。大島かやめるぞ。いややめるなよ。うん、まあいいね今のところ。あけど今のところできてる。あできてるね、うん、今のところ。あでも できてますね。大丈夫そうだ。楽屋チカチカチカだから俺2本今 4G なんか2本ところにより1本みたいな感じだよね。うんこんにちは。ミサコたまに止まる。でもステージの方が電波いいから。楽屋より今楽屋よりやいやステージの方がそうそう電波はまあねえ楽屋だなって。割と今汚くない方だよ。うん。もっと汚い時いっぱいある。ああやっぱああなるほど。とあ止まってる人は止まってんだ。止まってる人は止まってんだね。そういう感じか。うんたまに止まる。どうしよっかな。だからライブステージ楽屋で別に。始められようとするたまに止まりながら始められるとこはあるのかもしれないけど、うん、たまに止まる。
それは今どうなの。俺今だから外に来たから、外に来たから、そうそうそう、もう電波5本あんだけど、ダメだねやっぱね、安定しとかないと。あー、陽の子急に来た。だから今これ外だ、階段、うん、あー階段つうか、そう、こっからでいいぞ。いやだからこっからっつっても、あのもうライブ外から配信しねえよ。違う、だから外だと、だから地下、ライブハウス地下なん、地下なんだよ。聴衆道は聴衆俺いいよ。うん、中がダメなのか。そう、配信ほどほどにして記録を。いやだからツイキャスのラジオモードだったらまだギリできるのかな。スタジオは大丈夫なんじゃん。あ、だからラー、そうね、ライ ステージでしょ。ステージはニコ生でもギリ大丈夫みたいな。うん、ステージもそう、だから地下だよ今。だから外だから、ここ今5本立ってんの 4G。 うん、千葉キャスやり、別にキャスでもいいよ。うん、キャス込めできないからこっちに。嫌だから、いや別にニコ生でやりたいのは山々なんだけど、ステージで音だけに。いやなんかそういうモードがねないんだよニコ生。音なんかニコキャス ないんですよ、音だけの。今だって低速データ通信用画質、うん、それしかない。うん、ない。今日キャス、いや分からん、ちょっと分かんない。うん、ちょっと配信もね、キャスでもだってギリギリだったからさ前回。はい、どっちでキラコメしなきゃいけないのか。はい、いやちょっとニコな、まあちょっと、まあまあちょっと待って、千葉銀がどっちがいいって言ってる。いや千葉銀は何とも別に何も言ってねえ、他のメンバーうん、他のメンバーどっちでもいい、どっちでも。って感じじゃない。マジでマジで。ニコ生使えるのどっちでもいいよって。ちょっと待って、ニコ生ちょっとまた行くね。今出来なかったら止めるわ。ちょっと一瞬。そうそう、フラムが入れない。キラコメ。今ステージです。電波2本です。音やば。タイムシフト。あれ声が変なってる？ここはまだ大丈夫？今大丈夫？あ、今は大丈夫。やっぱステージは大丈夫なんだ。まあ、やっぱ楽屋とか無理だけど、ステージは大丈夫なんだ。だから楽屋配信とかしないで、あのステージ配信？もうライブ配信だけだったらできるってことなんだよね、多分ギリギリ。おはようございます。ちょっと待って、うん、途切れるけど、そうしよう。ちょっと待って、うん、楽屋はツイキャス、いきなりステージ。いや楽屋キャッキャ、楽屋でもキャス無理よ。うん、楽屋でもキャス無理よ。それでも十分。それで、いやそうなんだけど、誰が配信始めるのって始めなんで誰が配信を、いきなりステージ配信、誰が配信スタートボタン押すんだよ。ちょっと天野さんできるんだったらいいけど、うん、天野さんできるんだったらいいけどさ、うん、アマティは、そう、天野さん、いやいろいろすまない。いや全然電波ないと難しいね。いやだ、ここのライブハウスはちょっと電波ないんすよ。そう、前回もなかったからしょうがない。ライブは見たい。ちょっとステージオンリー、まあそうそう、ステージオンリーで。だから俺もちょっとダイブするときとかね、スリックもやろうとしたけど、ダイブしながらちょっとこれは動かせないな。天野さんちょっと、まあちょっとね、ちょっとそれは天野さんちょっとね、うん、このライブハウスはちょっと仕方ないっす。うん、今ちょっと楽屋もう一回行くよ。うん、早く 5G にしてくれ。本当だよね、来年から 5G になるから。だいぶ結局するんかいって。いや別に1回ぐらいする、1回ぐらいするよ。だいぶやめへんでって。いや1回ぐらいしますよ。
あ、イルカに乗ったし。これちょっとまた楽屋行くけどさ、多分また楽屋で泊まると思うから。調子どうですか？あ、いや別に俺もいいし、メンバーも調子いいよ。はい。いや前回広島やっぱ疲れたんだって。みんな真面目に。やっぱ福岡まで18時間移動はちょっとね、あれがやっぱ一番こたえたんでしょ。いやいや今日期待しとる。いやまあ調子は全然うん大丈夫大丈夫。疲労だよ。疲労からしてみんなピリピリもしたしね。広島さんざんじゃねえか。いや広島あれはあれで別に俺は良かったと思うよ。ライブ俺はね、うん、あれはあれで別に良かったよ。広島千葉銀にキスしてやるよってのに尋常じゃないよね。ブラックだな。お疲れさまです。ピリピリした。そう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 、広島広島であれあれでよかったよね。あれは神聖かまってちゃうんでしょ。うん、謝ってなんでだよ。あれよかったの広島。謝るってなんだよ。いや神聖かまってちゃんの、神聖かまってちゃんのライブだ。あれこそ、あれこそ神聖かまっちゃうライブって感じだろ。美佐子さん疲れてない。あー晩門がねちょっとあるからね。美佐子さんはちょっとねなんか疲れ気味あるな。アマチュアなんだから楽しくやろう。あそうですね、アマチュアだから楽しくやりますか。とりあえず謝っとこうって。あれは昔のかまってちゃんだろ。いやいや新生かまってちゃんってしか見れないライブだよ。今日誰セトリ？今日美佐子さんセトリ。うん、そうそう、広島は広島だけど本当に俺はいいライブだったと思うよ。俺は空回りしただけで、まあまあ空回りしたよね。うん、一曲やった時点でダメ。いやそれは思わん。ただいや違う、俺がダメだったのは空回りしたこと。うん、あれだけはちょっとね。でもまあまあまあ今年はあれを見る。いやけどさぶっちゃけさ毎年毎年さ俺あるよ。だって毎年毎年だってさ、俺空回りしてる時あんじゃんツアー。うん、ロックンロールなくなった、うん、そんな日もある。伝わってますから。だからさツアー毎回さあるよ。もがいてる感じだった。お前今日魂は見せる。何言ってんだ。俺いつも魂見せたボケな。俺は俺のロックンロールやってんだよな。俺はいつだって魂見せとるわな。はい、空回り毎回してないよ。何言ってんの。大体やっぱさ申請かまってちゃってツアーファイナルはさいいよね。なぜかというとその時にはのこさんが社会人になってるから。そう、のこさんが社会人になってるからツアーファイナルはマジで毎回ねいいんですよ。勝手すぎんのよって。いや勝手すぎていいんだよそんなもん。はい、歌詞なんかどうだっていいんだよ。はい、歌詞を覚えるよ。いやちょっともうね今はね今新アルバム、新アルバムの歌詞の方でだからいっぱいいっぱいになっててもうね。うん、2年の歌詞を覚え、あ、2年ね、そうだね。まあまあ、とりあえず、うん、なんで社会人なの？え、それはもうだん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 仕上がってくるから。うん。やっぱライブのなんかね、そう、社会人バンドになってく。はい。ツアーファイナル、だから毎回毎回ね。そう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 。今日は歌詞大丈夫。え、歌詞なんか大丈夫な日なんかねえだろ。うん。完璧なんてクソだろって。大体さおかしいよな。完璧とか正、なんかさ正解正解に行ってとかさ、正解不正解とか。だってそれでよくまあね、まあいろんな人いると思うけど俺はそんなスタイルじゃないからな。ライブのスタイルはそもそもライブのスタイルが別に俺の正解とか不正解とかでやってないからね。うん、俺は俺のロックンロールをやるってだけです。まあマジで、うん、いや本当に別にぐちゃぐちゃをやろうとしてるわけじゃなくて、俺がその時のその時でやるっていう、爆発するっていう、うん、まあ要するに楽しめるかどうかよ。うん、言い訳でも何でもいいよ。だって言い訳じゃない。俺だって昔からそうだもん。うん、むしろあれだろ、新参か何かが分かんないけどね。まあ知らんけどさ。うん、正解にしん、二度と来ない夜だからぶちかませ、千葉銀泣かせたら許さんぞ。いやだからそんなもん知ったこっちゃねえって。うん、いやそんなもん知ったこっちゃねえんだよ。他メンバーがねどうとかね。そうそうそう、うん、ドン引きでも何でもいい。かますや。そうかますだけ。ちょっとギフト送んないです。ニコ生はちょっとねギフトとか送んないで。うん、許さんぞ。新参つけてかなきゃ終わる。いつまでもがっくさいな。
まあ確かにな、うん、俺はやっぱなんだかんだで成長しねえよ、うん、お前ら大人になった大人だったって言うけど、あのいや投げ銭しないでいいっす、あの本当にちょっとわかんねえんだ俺らニコ生のねちょっとね投げ銭の換金の仕方が、うん、まあまあちょっとねいろんなことありますけど、まあそこはもうね一つはね楽しんでやるってだけよ、うん、どんなライブにしたいですか、え、そんな知らねえよ、うん、そんなもうそんな話し合うことじゃねえよ、ニコ生誰、いや結構投げてるよ、なんか前回もだって4500円とか投げられてたよ、うん、いや投げないでいいから、ツリックマちゃんとしてしない、うん、お前らうるせえんだよな、ちゃんとしてとか、ぶっちゃけさ、だってさちゃんとしてとかさ、いろいろ言ってくるやつさ、なんかさ最近なんかいるけどさ、ね、そんなもんさ、ね、ソロじゃないじゃ知ったこっちゃないって言わないで、え、じゃあ分かんねえ、俺そんなん言ったらさ、え、なんでいつもこれからも変わんないよ俺、うん、俺はこれからも変わんないから来なきゃいいじゃんって話なんだけどね、うん、真面目に、うん、そんな気に食わないんだったらね、しっかりしたんじゃないんだ、いやけど本当に、うん、パフューのライブ行けや、いや別にそこまで言わないけどそこまで言わねえけど、いや変わんない、いやそん時の気分だよバカ、うん、そんな知ったこっちゃねえだてめえらの意見なんてボケアホかね、ちょっとまた楽屋行ったら多分止まるかな、うん、アホかボケ、あ、ねちょっとねまた楽屋来ました、いやけどって楽屋無理なんだよな、うん、人それぞれよ、うん、だからまあまあそれはね、うん、俺が歌って止まっちゃう、でも今はまだ大丈夫でしょ、うん、インティライン、いやだからねそこは、あ、まあ今とも大丈夫か、え、いや面白い話、多分ね電波がね、あ、な、何止まってない、面白い話何なんで、何なんなの、あ、これそれを何今するの、今ちょっと、いやさっきスタッフさんから教えてもらったなんか今電波まだ良かったね、うん、千葉銀押し、何が、これ何時まで、あ、いやいや今テストだから30、あ、いや、あ、そこ延長しちゃった、いや別に電波今んとこ面白い話してないか、面白くはないんだけど、うん、広島のライブあったじゃん、うん、なんかあそこなんか誰もいないのに扉が開いたり閉まったりしたらしいよ、え、俺誰もいなかったのに楽屋、俺らの楽屋の扉が開いたり閉まったりライブ中止したんだって、でスタッフさんが、え、誰か入ったのかなってこう調べに行ったら、もうトイレにもいないし楽屋にもいないし、でもガチャって閉めてまた戻ったらまたそれがガチャって開いたりとかして閉まったりとかしたんだって、でそしたら千葉銀もなんか 2,3 回ぐらい誰もいないのに勝手に開いたり閉まったりしてましたよって言っててなんかあったね楽屋で、楽屋っていうかまあまあ要は、ね、広島の楽屋のトイレ、トイレじゃないけど、どなやっぱ何か何かあったの、幽霊少女、うん、いな、興味なさそう、いや興味なさそうというかね、はっきり言ったフォルターしたあれではないんだけど、ああ、何かが潜んでたんだね、うん、うん、調子悪かったのは幽霊のせい、いや幽霊のせいっていうか、なんか俺ら疲れたからさ、うん、ああ、そうね、なんかそういったことじゃん、そう、じゃ違う、本物の幽霊か、俺に何かを乗り、ああ、まあ確かに俺だって前回ラリってねえんだぞ、本当に酒も飲んでないし、俺にだから乗り移ったんだろうな幽霊がな、うん、ファンが潜んでた、わかんない、俺死にてえちゃん、うん、言い訳にすんなよ、今な、よし今殴り合い笑えないわ、ルルちゃんかん、幽霊も調子悪い、幽霊もかまってファン、幽霊が取り、まあまあそうだね、取り憑かれたのねでも結構今大丈夫だね、これコメント、うん、コメントも流れてるし配信も、これ本番でちゃんとね、うん、今全然大丈夫じゃん、安定してるの、うん、ちょっとけどこっからね始めた方がいいな、やっぱな、始めるんだったら、うん、大丈夫、確かにモノくん怖いの、そうだね、このまま続く、いやいやこのままもう、いや本番けど6時からだから、だから本番が 6時からスタートって感じになるんじゃん、ちょっと俺もアマンさんに配信の楽屋はとりあえずやん、楽屋、そう楽屋はちょっとね不安、
楽屋からそうだねやったらあれか一回終わる。あ、千葉銀去年はあと少し終わるのって一回終わるよ。このままやんねえよ。このままこれつけっぱにするわけねえだろお前。ちょっと前から始める。楽屋はそうだね厳しそうかな。もう一回行ってみる。楽屋もう一回行ってライブ配信もありますか。いやだから電波がねちょっとね安定すれば。いやーちょっとね仲悪くねえよ。いやちゃんと話し合ったら帰る。あ帰る帰る。今日はすぐ帰るよ。だからちょっと楽屋になる。でしょ。今俺ステージです。さんに配信を始めてもらう。音が、ああ、そうですね。音がない。